안녕하세요ハリニンみだ。はい、今日はですね、QOTENのファンデーションと新作のクッションファンデーションを比較していこうと思います。こちら2月1日に発売されて、今Qoo10とかでもランキング入ってたりとか、結構人気なクッションだと思うんですけど、皆さんちょっと気になってるかなと思って買ってみました。一緒に比較レビューみたいな感じにしようかなと思って、このファンデーションの方も買ってみたので、今日はこの2つをレビューしていこうと思います。でも、クッションメインな感じでレビューになるかなと思うんですけど、気になった方は最後まで見てくださると嬉しいです。早速ね、始めたいと思います。ちなみに私の肌タイプは姿勢肌で、インナードライが少し悩みなタイプです。で、肌のカラーで言うと、21号より少し明るめの17号とか19号とかそういう21号より明るいカラーを使ってます。で、いつもファンデーションの色とかは、あまりイエローベースよりでもピンクベースよりでもないニュートラルなカラーが一番得意で、強いて言うならピンクベースよりのカラーが好きです。まずこちらがセカンドスキンファンデーションですね。既存のもので、クッションファンデもどちらも17番を購入しました。まずこちらのQOTENのセカンドスキンファンデーションなんですけど、SPF30、PA2+、してカラーがすごく豊富で、7色展開です。こんな感じでカラーがすごい豊富なんですよね。で、今回新しく出たセカンドスキングロークッションは SPF50 プラス PA4 プラスって感じで UV カットの効果がファンデーションに比べて高くなってます。なんですがカラーが23号、21号、17号、15号って感じで4色展開になってます。パフがすごいふわふわです。エスポアの B グロークッションのパフにすごい似てる感じがします。あれよりちょっと硬いかな。結構ふわふわの柔らかいパフです。でも弾力はあるって感じ。開けるとこんな感じで H のロゴが入ってます。ちょっとヘラっぽいですね。しっとりしたテクスチャーなんですけど、最近メッシュタイプのグロークッションが多かったので、それに比べるとすごいカバー力はありそうだなと思います。17号のカラーがこんな感じ。これがクッションファンデーションのカラーです。ニュートラルなカラーとなってます。少しだけこのクッションファンデの方がちょっと黄色っぽい気がします。テクスチャーはすごく似てるんですけど、ファンデの方が少しピンクみが強いのかなという印象なんですけど、この色の違い参考にしてみてください。まずこっち半分にこのQOTENのファンデーションの方を塗っていきたいと思います。軽く出して、なんかね、テクスチャー自体結構みずみずしいんですよね。なんか流れていくような。ちょっと水っぽい感じのテクスチャーなんですけど、公式の文章とか見てると本当に塗った感がないというか、薄く塗れて肌に負担なく使えますみたいな、薄付きで肌が重い感じがしないっていうのが結構言われてたので、軽く塗れるんじゃないかなと思います。スパチュラで塗っていきますね。そう、薄いからスパチュラとの相性がめちゃめちゃいいです。めっちゃ薄くね、伸びてるの分かりますか？でもカバー力ないのかな、どうだろう。スポンジで押さえます。めっちゃ薄く密着してくれる感じ。スパチュラで塗ったから薄いのは当然なんですけど、でもこう何回か重ねるとカバー力はちょっとは出てくれる感じかな。私みたいにファンであんまり塗ってる感出したくない方、薄く肌仕上げたい方で、ちょっとカバー力はある程度欲しいなって方にはすごくいいファンデかなと思います。カバー力がこの辺の赤みとか見た感じ、カバー力がめっちゃあるってタイプではもちろんないです。だから結局コンシーラー使われる方とかもこれぐらいカバーしといてコンシーラーとか使うとめっちゃ綺麗に仕上がりそうなテクスチャー。完璧にカバーを求めない方が使うファンデとしてめっちゃいいと思います。毛穴も、完璧っていうわけじゃないんですけど、なんか本当にフィルター貼ったかのような、なんかスッと見せてくれるというか、テクスチャーもスキンケアのこの油分っていうのがちょっと収まってるぐらいなので、グローなタイプではないのかな。セミマットぐらい、めちゃめちゃマットでもないので、セミマット、薄いなんかベルベットっぽい感じもありつつ、薄く本当に密着してくれます。だからスパチュラでね、こんだけ何回か重ねて塗っても、あんまカバー力が上がる感じはないんですけど、全然汚くならないというか、何回重ねても本当に薄付き。肌綺麗な人これだけで仕上げたらめっちゃ綺麗に見えると思う。で鼻の赤みカバーされるかやってみます。まあ、完璧に隠れるって感じじゃないかな。ほんのり赤いけど、普通にデイリーだったらコンシーラーいらないかなって感じのカバー力。小鼻のとこが突っ張った感じもないし、めちゃくちゃ綺麗に塗れます。すごい薄付きなので、スパチュラとの相性がびっくりするぐらい良かった。何回も重ねて塗っても、まあ、そのカバー力がすごい上がるって感じではないんですけど、どんどん皮膚の表現が綺麗になっていく感じ。したら反対側にこのヒンスの新作のクッションファンデを塗って比較できたらなと思います。カラーはさっき手に出した時はこっちの方がちょっと暗めだったんですよ。ちょっとイエローベース寄りというか、このファンデの方が結構ピンクベースっぽい感じがあったんですけど、塗ってみますね。あ、ひんやりして、これは結構ツヤ感がある感じです。公式の説明でもあったんですけど、真珠みたいなツヤ感。カバー力のあるクッションファンデーションに水分を足したかのようなじゅわっとしたこういうツヤ感ですね。最近多いメッシュタイプのツヤとはまた違ってカバー力は結構あります。ファンデよりクッションの方がカバー力高い気がする。どうですか？なんか塗った感じ思いません？うん、そうだね。カバー力高い。なんかここら辺の感じとかも違うくないですか？カバーがのされ方が。クマの部分というか。あと、こっちの方が結構がっつり乗ってくれるので、私今ポンって取ってそのまま乗せたんですけど、量を調節した方がいいかもしれないです。ヒンスの自然な感じ、自然な付け心地が好きな方は、量を調節してから塗った方が薄く塗れると思います。なんか密着されてきた気がする。塗った直後よりこう伸ばしながら密着してくれます。早く伸ばした方がいいかも。あんまトロトロしてると密着しちゃう感じある。毛穴もあんまりこう、なんていうんですか、こう伸ばしながらというか、こう擦る感じで塗らずに、ポンポンポンって叩きながら塗った方が綺麗に塗れます。よれる感じというかあるので、叩きながら細かく叩いた方が綺麗に乗ってくれます。ポン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 ってすると、すごく綺麗。まあ、やっぱファンで塗ってる感はクッションの方が出ますね。どうですか？どっちが好みでしょうか？カラーだけをこう手で見た時は、このクッションファンデの方がちょっと暗いなって思ってしまったんですけど、塗ってみると全然そんな暗い感じはなくて、私17号塗ったんですけど、そこまで暗くは感じないです。なんならこっちの方が暗く感じるというか、参考にしていただけたらなと思います。どちらも17号を塗りました。やっぱりファンデに比べてよりツヤ感がすごく綺麗です。カバー力はクッションの中でも高い方だと思います。赤みとかも別にコンシーラーいらないぐらいには隠れてくれるし、本当にこう赤ニキビみたいなのがあった場合はちょっとわからないんですけど、でも本当にある程度カバーしてくれる感じはあります。でもやっぱグローなので、マスクあんまつけたくない感じはあるかな。カバー力もありつつ、グローなのでマスクつけたらちょっと動いちゃいそうな感じっていうのはありますね。はい、こんな感じでクッションをね、全体的に塗ってメイクの方をしてみました。結構ね、ツヤ感が自然で綺麗なんじゃないかなって思います。綺麗じゃないですか？どうですか？で、鼻周りの赤みとか毛穴とかもある程度カバーしてくれてるんですよね。で、ツヤ感もすごく自然です。で、動画だと少し分かりづらい方もいらっしゃるかなと思って iPhone のカメラで写真の方も撮ってみたんですけど、赤みとか毛穴とかもある程度隠れてくれる、あとツヤ感がすごく綺麗。で、肌自体がね、本当に綺麗に見える、そんなクッションです。最初ファンデとクッションを半々で比較してみた時に、ちょっとクッションの方が重く感じたんですね。パフに本当にちょっとだけ取って塗るようにしてみました。最初は結構がっつりついてしまったのであれだったんですけど、薄くつけて塗ってあげるとこんな感じで綺麗に表現することができたので、なるべく薄くつけた方がいいのかなと思いました。ところどころ綺麗に光ってくれる感じが本当に真珠みたいですごく綺麗です。気に入ってます。高級感が出るね、やっぱり。本当にヒンスらしい高級感ある肌に仕上がって大満足です。はい。はい、お家に帰ってきました。今がね、3時です。なので、12時に塗ったので、もう3時間ぐらいしか経ってないんですけど、マスクつけて外出して、今帰ってきました。はぁ、疲れた。ちょっとね、息が上がってるんですけど、本当に帰ってきてすぐで、塗った直後に比べると、私姿勢肌なこともあって、こう油分がちょっと上がってきてる感じはあるかなと思います。ブランドさんとミーティングしてきたんですけど、めっちゃ肌綺麗ですねって言われて、このクッションちょうど今おすすめしてきました、めっちゃいいですって。まあ、姿勢肌なのでこの鼻周りとかちょっとこう油分が出てきてるなってのと、あとマスクですね。マスクにこんな感じでかなり全体的についてしまってはいます。まあツヤクッションならではというか、ツヤクッションあるあるなんですけど、結構がっつりついてます。よく見ていただいたらわかると思うんですけど、こう剥がれてる感じになってますね。でもめっちゃカサカサって感じじゃないので、こうやってちょっとこう擦ると治ってくれるので、この剥がれてるみたいなとこ、マスクにこうファンで持っていかれた感もあるんですけど、完全なマットじゃないので綺麗に治ってくれると思います。メイク直す時に本来一番いいのはオフしてからもう一回塗り直すことなんですけど、なかなかクッションファンでそういうわけにはいかないと思うので、一旦このパフでこうなじませてあげます。上からすぐ重ね塗りするんじゃなくて、こんな感じでパフで押さえてあげる。こうやってすると、この油分とかもだいぶマシになるので、一旦こう押さえてから直してあげるのがいいと思います。これだけでだいぶね、このマシにはなるんですけど、そこから軽くだけ取って上にの乗せてあげる。でもやっぱツヤ系だから直しやすい。やっぱマスクにつくんですけど、密着力がいい意味でそこまでないので、直しやすさはあります。すごい綺麗に治るかなって思います。こっちが3時間経った肌で、こっちが3時間経って上から塗り直したお肌です。でもこれぐらいのツヤ感だと姿勢肌、私みたいな姿勢肌さんでも使いやすいと思います。今回は検証するためにパウダーとか塗らずに、もうこのクッションだけで作ったお肌なんですけど、もうチークとかも塗ってないんですけど、結構ツヤ感も綺麗だし、メイクも直しやすかったです。はい、こんな感じで今日はですね、このヒンスのファンデとクッションもね、比較してみたんですけど、いかがだったでしょうか。より自然さというか、繊細なカバー、本当に塗ってないかのような自然さを求める方は、こっちのファンデが好みだと思いますし、よりカバー力だったりツヤ感を求めるって方は、クッションの方が好きかなって思います。どっちもすごく良かったので、使い分けていこうと思います。ではね、今日はこんな感じでファンデと、クッションメインでしたね。クッションメインでレビューしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。少しでもね、面白かった、ためになったって方は、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもね、全部読んでるので、してくださると嬉しいです。では、こんな感じで今日の動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。